すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日もね、自宅でラーメンすするシリーズということでやっていきます。長野の名店がなんとアマゾンにお土産名を出品していまして、気になったので、ね、もう早速注文しました。そして届いたのがこちらです。中華そば星野さんの中華そばと、そしてね、つけそば少年さんのつけ麺がセットになって入ってくるお土産ラーメンセットですね。中華そば星野さんは長野の有名店麺堂麒麟寺の店主さんが新たに立ち上げたお店で、去年オープンにもかかわらずすでに多くのラーメン好きの間で話題になっているお店です。渋くてね、ダンディーな店主さんが作る一杯は麺、スープ、そしてトッピング、すべてにね、技巧が凝らされてる印象ですね。少年さんは長野の若手ラーメン店主で、身長が高くてね、かなりのイケメンです。つけ麺の方もね、濃厚なつけ汁と力強い食感の麺の相性はとても良くて、美味しいつけ麺をね、前、お店に行った時いただきました。まあ、私、長野県にも何度か遠征で行ったことがありまして、まあ、長野に行ったこともね、いろいろと思い出しつつ、早速、作っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでね、まずはラーメンの方から作っていきます。入ってるのはね、まあ麺と、スープ、まあこちらは入ってるんですけど、さらにチャーシューも、鶏とこの豚のね、なんかちょっと良さげなチャーシューが入ってて、これ流水解凍あらかじめしておきました。湯煎でもいけるとは思うんですけど、まあまあせっかくのね、レアチャーシューなんで、まあまあ流水解凍の方が美味しくいただけるのかなと思いました。はいはい、それではね、早速まずはまあ湯煎です。ここら辺はほんと普通のラーメンと変わんないっす。基本的には一緒です。はい、湯煎していきます。丼にはね、しっかりとお湯を張っておきましょう。丼があったかいとね、より美味しくラーメンをいただけます。前長野に行ったのがね、ちょうど1年ぐらい前ですね。でその時、まあ星野さんも伺ったんですけど、僕が星野さんに行った日に、その開店前に芸人の雷さんが取材に来てたんだって。へーと思ったよね。とかなんとか言ってるうちね、スープがいい感じになってきたんで、今度は麺を投入していきますか。まあ1分半から2分ぐらいですかね、茹でていきましょう。麺とスープに埋まってて気づかなかったんだけど、なんかキャビアみたいなの入ってるわ。キャトリュフ、いや、これキャビアですよ、多分ね。キャビアオイルかな。すごっ。マジで。前に星野さん行った時も、なんかキャビア、鳥、でもあの時鳥フォールだった気がする。すごいこれ。ちょっと後でね、パッとかけてみますか、ラーメンに。まあ、麺を茹でてる間にね、丼にスープを投入していきます。やけど注意ですね、これは。本当に。ちょっと時間に追われてるやばい。とりあえずスープを入れて、ここもこぼさないように注意ですね。はい。あ、麺まだ。オッケー。で、もうすぐ麺あげちゃおう。はい。はい、そしたらね、麺を、スープに投入と。はい、しっかりね、こんな感じで一回ちょっと麺をひっくり返してなじませていく。メンマが埋まっちゃったな。で、先ほどね、流水解凍しておいたチャーシューをこんな感じで盛り付けていって、豚ロースとね、鶏のチャーシューですね。美味しそう。そして仕上げにね、こちらのオイルを。え、これトリュフじゃないかな、やっぱすごいなんか芳醇な香りがしてますね。トリュフオイルっぽいな。はい、オッケー。どうにかトリュフオイルも盛り付けれました。はい、というわけでこれで中華そば完成です。早速吸っていきましょう。はい、というわけで星野さんの中華そば完成です。いや、スープね、澄んでて綺麗。そしてそこにね、このトリュフオイルの芳醇な香りがしててかなりいい感じっすね。チャーシューもめっちゃ楽しみ。これ、この2種類、鶏と豚のチャーシューも楽しみ。さあ、早速吸っていきましょう。さあ、めちゃくちゃいい香りがしてる。やっぱトリュフってすごい芳醇だね。このなんか鼻にうまってくるような、めちゃくちゃいい匂い。早速いただきます。まずはスープからですね。早速スープを。おぉ、おぉ、おぉ、めっちゃ、おぉ、おぉ、うまっ。トリュフやっぱ効いてますね。うん、めちゃくちゃ鼻に抜けていくトリュフの匂いが。スープはこれ何なんだろう。鶏ベースだと思うんですけど、なんか鶏以外の味も結構する感じするな。あー、でもうまい。ちゃんと醤油のパンチもありますね。うん、あっさりしてるけど、うまみがすげえちゃんと立ってて美味しいです。お次はこちらの麺ですね。早速、麺をすする。麺うまっ。つるもち、つるもちとはこのことっていう感じ。本当にじつるもちですね、これが。うん、麺うめえ。このラーメンうまい。え、麺がすげえいいな。うん、見た目はね、ほんとすごいシンプルな醤油ラーメンに見えるんですけど、やっぱ各パーツがね、めっちゃうまい、それぞれが。で、それらが組み合わさった時、さらにうまくなるって感じ。やっぱ麺とスープ絡めてすることによって、よりこうトリュフの匂いが鼻に抜けていきますね。うん。じゃあこちらのね、チャーシューも非常に楽しみですね。豚の肩ロースのチャーシューになります。ちょっといただきましょう。うん、うん、うわ、うまっ。
うん、うまっ、このチャーシュー。ペッパーがね、結構効いてるんですけど、そんなこう強すぎない。もうほんと程よい感じで効いてる。やっぱり星野さんってすごい、なんか肉の扱いがうまいイメージがあるんですよね、僕。前にいろんなお店となんか合同でコラボみたいな感じで、ちょっとラーメン屋さんでイベントラーメンみたいなの出したことがあったんですけど、その時も、すごい変わったチャーシューの作り方してたんですよね。わら焼きみたいな感じで、わらの香りを牛のチャーシューに移して、ちょっとなんか燻製みたいな風味をつけて、みたいな感じで、肉に精通してるの。さあ、こちらね、鶏胸肉のチャーシューですね。こちらも美味しそうですね。やわらか。あ、鶏もいいですね。うまいですね、やっぱ。いやー、めっちゃ美味しい中華そばでした、ほんと。いい醤油ラーメンだったな。なんかトリュフとかもなかなか家では食べられる感じの味ではないので、トリュフオイルもすごい新鮮で。あとやっぱ豚の肩ロースチャーシューがすごく美味しかったです。今1枚しか入れてない、もう1枚あるので、次のね、ちょっと少年さんのつけ麺にも乗っけて食べるのがすごい楽しみだな。というわけで、とりあえず中華そばは、ごそれ。はい、ラーメンを食べ終えまして、お次は、つけ麺を作っていきたいと思います。まあ、工程的にはね、ほんとまあ湯煎して麺を茹でてっていう同じような感じなので、まあ軽く省略しつついきたいと思います。はい、濃厚そうなね、こちらのつけ汁を湯煎していきます。つけ汁がいい感じに湯煎できたら、はい、次は麺を投入します。麺はね、7、8分茹でて、しっかりと水で締めるといった感じですね。麺が茹で上がったので、とりあえず麺をこちらにあげます。まあ、つけ麺なのでね、しっかりこう麺の表面のぬめりを取っていくような感じで、麺を冷水で締めていきます。はい、そして麺をしっかりと丼の方に盛り付けていきましょう。はい、で麺の丼にね、チャーシューもトッピングと。はい、そして温めたつけ汁をこちらの丼の中に移していきましょう。おー、濃厚。おお、美味しそう、美味しそう、美味しそう。そしてね、ほんのりネギを散らせば完成と。はい、というわけでね、この2つで完成と。早速いただきましょう。さあ、完成しました。少年さんの濃厚つけ麺。まあ、麺のね、ちょっと麺線の整ってなさはちょっと僕の技量なんで申し訳ないですけど、でも麺にはね、なんかこう全粒粉的なものがね、練り込まれてて、これも美味しそう。チャーシューはね、さっきと一緒、豚肩ロースと鶏胸肉ですよね。つけ汁の方もね、めっちゃ魚介の匂いしてて、超うまそう。まあ、散らしたネギがね、またこれもいいアクセントになってくれるんじゃないかということで。さあ、それでは早速いただきましょう。まあ、つけ麺といえばね、まずは、オンリー麺すすりですね。いただきましょう。お、好きですね、このタイプの麺も。水で締めて、結構腰がほんと、跳ね返ってくるようなバツンって強く腰があるタイプの麺も好きなんですけど、こういう、なんていうのかな、こう、水で締めてるのにこう、なんか、サッて歯が入っていく感じの、で、結構風味も強めですね。やっぱ全粒粉なのかわかんない。これなんか結構多めに練り込まれてて、すごいなんか麺の風味が強い。これ美味しいな。この麺うめえ。ちょっと早速つけていただきましょう。どうでしょう。まあ、つけそば少年ですからね、お店の名前が。いただきましょう。濃厚。マジ、つけ汁うまっ。うまっ。なんか麺の食感いいっすね、これね。めっちゃいいな、この麺の食感。まあ、つけそばというだけあってね、ちょっとそば感ありますね、なんというか。麺の風味がね、結構しっかりしてるんで、ちょっとそばっぽい雰囲気もある。やばい、マジ勢いよくすすりってたらもう一瞬でもうないっすすぐなくなる。つけ麺うまいな、やっぱなんか家で食べるといいね、つけ麺って。すごい、この間6人称食べた時も思ったんですけど、つけ麺うまいわ。で、このチャーシューもね、しっかりと。まあ、さっきはね、あっさりの醤油ラーメンのスープに浸ってたんですけど、今回はちょっとこのつけ汁ね、しかも濃厚なつけ汁に浸したこの肩ロースチャーシュー。濃厚な漬け汁なのに、もう肉の風味は全然埋もれないですね。ほんのりこう、ブラックペッパーので風味が効いてるのがすげえいいわ。うまっ。漬け汁がほんとシンプルにうまい。うまかった。ごそれ。はい、ごちそうさまでした。本日はですね、長野県の中華そば星野さんと、つけそば少年さんのコラボラーメンセットをもう一気にね、2食いただいたんですけども、まあもともと行ったことがあって知ってるお店っていうのもあったんですけど、なんかこう、やっぱうまかったっすね。語彙力ゼロですね、ほんと。
星野さんのラーメンは旨味、出汁がしっかり出つつ、しっかりとね、醤油の塩分も効いてて、さらにそこにあのトリュフオイルがね、乗っかって、なんかこう、どこか上品な洋風っぽさもあり、そしてあの、つるもち食感の麺がめちゃくちゃうまかった。あの麺、なんだろうな。見た目的にはね、すごい普通の麺なんですけど、なんかつるもち感が異常に良かった気がする。すごい食感のいい麺で、とても美味しかったです。そして2食目のね、少年さんのつけ麺。これがまたうまかった。麺がやっぱ美味しかったですね。長野県でね、やっぱ信州そばとか、結構そばが有名な県でもあるんですけど、どこかちょっとそばっぽい雰囲気を感じました。麺に練り込まれてる、全粒粉的なもの。全粒粉なのか、どうなのかちょっと僕はそこまでわかんないんですけど、この全粒粉的なものの風味がすごい立ってて、つけ汁はね、すごい濃厚で、まあ力強い味わいの濃厚魚介豚骨なんですけど、つけ汁にもね、負けず、しっかりとね、麺の風味を感じられて、とても美味しかったです。そして2種類のチャーシュー、肩ロースチャーシューと鶏胸肉のチャーシューもね、これらもね、大変美味しくいただけましたということで、今回僕がすすったこちらのラーメンは、Amazon で、中華そば星野、つけそば少年とかで検索したら、まあ、出てくると思う。僕は実際それで検索して出てきたので、まあそうやって検索すればおそらく出てくると思いますので、ぜひぜひ皆さんも検索して美味しい中華そば、そしてつけそばいただいてみてください。めっちゃうまかった。というわけで本日は中華そば星野さんの中華そばと、つけそば少年さんのつけそば美味しくいただきました。ごちそうさまでした。